ビッグオーダーは S の栄による日本の漫画。月刊少年エースにて2011年11月号から連載開始。作風としては前作未来日記の系統を継承した少年漫画。異次元から現れた謎の存在によって力を得た超能力者の戦いを描いている。第1巻から第6巻までが第1部にあたり、 第2部は2014年10月号から2016年9月号まで連載。2016年10月号にエピローグが掲載された。2015年10月に OVA 化された後、同じスタッフ、担当声優で、テレビアニメが2016年4月より6月まで放送された。これは、世界の滅亡から始まる物語。天草市の男子高校生、星宮栄には、 ある秘密があった。それは10年前、謎の少女、デイジーに、世界支配を願ったことで最強の能力者となり、その力を暴走させて、世界を滅亡寸前にまで追い込んでしまったのである。大破壊で両親を失ったエイジは、能力と正体を隠して、普通の生活を送りながら、不治の病にかかっている妹、セナへの見舞いを日課としていた。大破壊後、世界に、 能力者は2000人以上にまで増え、各地で災いをもたらしていた。特に被害のひどかった日本は独自の統治能力を喪失したため、国連暫定統治機構によって支配されており、九州は暫定統治機構の支部である、太宰府政庁とその軍隊によって治安を維持されていた。そんなある日、高校に転校してきた美少女、紅すずに、英治は一目ぼれをしてしまう。 住むアパートが一緒であると分かり幸運に思ったのも、つかの間、不意をつかれて英治は鈴に刺殺されそうになる。鈴は、太宰府政庁所属の軍人にして、不死の力を持つ能力者であり、大破壊で死んだ両親の仇を討つため、英治を狙っていたのである。戦いの中、かつて自分が、世界支配を望んだのは世界を破壊するためではなく、平和にするためであったことを思い出した英治は、 決意を新たに再び、世界支配を成功させて、世界を革新させることを宣言する。エイジは手始めにその能力で鈴を支配し、エイジの領土から一生出ないこと、エイジとその妹を傷つけないことを約束させるが、もののはずみで鈴を伴侶にするという命令も下してしまう。うろたえるエイジとは裏腹に、鈴はエイジの側にいれば、いつかは彼を始末できると喜ぶ。 果たして世界は、そして二人の運命はどうなるのか。声優はアニメのもの。国連暫定統治機構の九州支部。12世紀までが財布に存在した成長の建造物を大破壊後に復元し、九州支配の拠点として使用している。十人衆と呼ばれる能力者が最高幹部であるが、彼らは能力者こそが世界を導く存在であると信じ。 能力者を頂点とする新世界の確立を企んでいる。そのために、英治を半ば脅迫する形で、リーダーに仕立て上げ、九州の国家としての独立を宣言して、全世界に宣戦線復刻した。もともとは、星宮源内と戦うために結成された組織であり、源内同様に能力者がはびこる先に、何があるか知っている。十人衆打財不政庁の最高幹部であり、 その全員が強力な能力者である。新世界を作るために、自らの意志で、英字の支配下に置かれるが、必ずしも全員が完全なる忠誠を誓っている、わけではないが、現代打倒には、利害の一致ということで共に戦ってくれている。その他の構成員まず、2015年10月3日、発売の単行本題発刊限定版に、OVA を収録した BD が同梱された。 制作は未来日記と同じくアスリードが担当。収録時間は25分、トールケース仕様、別バージョンのカバー仕様の単行本題発刊が封入されること、一部スタッフも発表されたほか、原作のストーリーをベースに少し変わった構成、演出をしているオリジナル展開になるという。作品は24のパートで構成されたマルチシナリオ方式で制作され、 自信なりをは自動的に選択される。そのため、一回視聴しただけでは全容を把握できないようになっている。2015年10月26日発売の単行本、第8巻通常版の帯や同日のニュースサイトにてテレビアニメ化が発表され、2016年4月から同年6月まで東京 MX 他にて放送された。スタッフや担当声優は、 OVA と同じであり、OVA で先行して描かれた内容も改めて描かれるが、一部のエログロ描写については、テレビ放送版では、修正によって見えなくされている。原作の第一部を、全10話でアニメ化するという差しの都合から、概ね1話につき原作の一巻分を消費する構成となっているため、アニメ化されなかった要素や変更された部分が散見されており、 結末もほぼ、アニメオリジナルとなっている。なお、作品協力として天草宝島観光協会、太宰府市役所、北九州フィルムコミッションがクレジットされている。監督の釜中市日によれば、アニメ化の企画が立ったのは2014年あたりだった。原作の開始当初から、いずれアニメ化するだろうなと思っていた。釜中は、栄治がストレートな熱血感ではない点に着目し、 未来日記とは経路を変えたつもりだったという原作者の S の境に対し、ストーリーのどんでん返し感を本作との共通点に挙げている。アニメ化は原作の物語の進み具合すら不明な段階で決まったが、S のはアニメ化に合わせて物語を終わらせるつもりはなかった。そのため、戸惑った鎌中はシリーズ構成、脚本の高山勝彦と話し合ったが、 実作業に入る頃にはアニメとしてラストを考えられるところまで原作が進んだため助かったという。鎌中との打ち合わせについては S の曰く勘どころが分かってくれているという鉱山が未来日記から続投していることもあり作品の肝である少年漫画らしさとかプロレス感みたいな部分をちゃんと共有できているなと感じた S のは本作をゲーム スーパーロボット対戦に例え、いろんな技を持ったキャラクターが出てきてぶつかり合う、ガチャガチャした面白さを出せればいいなと考えたそうである。能力の説明については、原作での発動時に入る説明文をアニメでそのまま表示するとしらけると思った。鎌中が悩んだ末、アクション的な気持ちよさを優先して表示しないことになったが、その代用としてエスノの発案による全向上が追加された。 また、鎌中は、キャラクターの中にある衝動を殺さないよう、感情が出るところは、表現を強くするなど調整する一方、声優の演技にも気を配っており、直接的な表現以外の部分でやでっぽさが出るように、しているという。ラストは少しだけ原作とは変えてある上、前述の OVA は、テレビアニメの伏線になっているそうである。発売元、販売もは角川。ブルーレイは、 ブルーレイボックス仕様で各ボックス5話収録で全日間。DVD は各間2話収録で全5巻となっている。TV アニメビッグオーダー後日談的オリジナルオーディオドラマは2016年4月16日から6月18日まで配信されていたオーディオドラマ。東京 MX で本アニメが放送された後の毎週土曜2時10分に ランティスウェブラジオにて更新。アニメ各話のオリジナルサイドストーリーを配信。キャストはアニメの主要声優陣が務める。ありがとうございます。